エロスクリーン。アローズスクリーンの審査です。さて、本日は福岡市博多区のお店に来ております。そして今回は、審査の探求日記第2話の収録ということで、今回のパチンコ実践はですね、こちらサイボーグ009コールオブジャスティス、打っていきたいと思います。まあ、探求日記前回の第1話はですね、設定付きのアマデジ打ちまして、まあ、結果的にはプラスを残すことはできませんでしたが、今回は大当たり確率およそ319分の1のミドルタイプとなってますので、わあ、結構面白い展開になるんじゃないかなと思います。それでは審査の探求日記第2話よろしくお願いいたします。はい、行きましょう。ちょっとお客様、おはようございます。さあ、早速サイボーグ009コールオブジャスティス打ってますけれども、大当たり確率がへそ入賞時、通常時の確率は、およそ319分の1となっております。で、大当たりの振り分けが9ラウンドプラス確変が 65%、 そして9ラウンドプラス時短が 35% ということで、通常時からの大当たりはこの2種類となってます。で、あとは通常時の演出もですね、注目すべきポイントがあります。4大加速演出というのがございましてですね、それらが絡むと大当たりの期待度が大幅アップという風になってます。この当たりだ。超暁ゾーン、加速装置、星に願いを、超保留、この4つですね。暁ゾーンで、超暁ゾーンはこの暁ゾーンから発展することもあります。まあ、暁ゾーンもチャンスですからね、ここ強いリーチに期待したいと思います。で、今保留が緑になってますね。さあ、暁ゾーンからのリーチです。まあ、発展ももちろん疑似連が絡んでいった方がいいんですけど、ここは疑似連なしという感じですね。そこまで期待が持てるリーチではないと思いますけどね、ここは。はい、まあ、リーチ演出も様々ありますが、やはり注目すべきは先ほどの4大演出ですね。さあ、ここは保留が青に変わってますね。お、さあ、ここは青保留ですが、まずは疑似連絡絡んで、さらに保留昇格疑似さんとか絡んでくればですね、強いリーチになる可能性は十分あります。おお、赤保留になった。さあ、ここは青から一気に赤への昇格そして疑似連ですね。疑似さんが今日まだ一度もありません。ここ疑似さんまで行ってほしいですね、赤保留ですって。まあ、さらに上保留となれば熱いですよ。超暁ゾーン、4大加速演出の1つ来ました。さあ、ここは期待しましょう。回転数はまだ162回転目、割と早いですよ。これで疑似3になります。まあ、さらにここ加速装置や情報流絡んでくればかなり熱くなるんじゃないでしょうか。超暁ゾーン、これだけでも期待度の高い発展ということにはなります。そして疑似3まで行ってます。天敗手柄は2。さあ、どうだ。はい、ここですね、加速装置発動なるか。ここは加速装置ありませんでした。そして保留も上保留まではいかず赤保留というところですね。あとは発展先です。星3つ、どうでしょうか。ここ
あ、このタイミングで今加速装置発動しましたね。何ですかね、発電分岐演出のタイミングでこの加速装置発動する可能性があるんですけど、まあ発電時だけじゃなくてリーチの中でのあの発電のタイミングですね今のは。さあ、ということは4大加速演出の2つが絡んだリーチということになります。さあ、誰、お願いします。さずね、これはかなり熱いパターンだったんじゃないでしょうか。しかし当たらず、はーずれ、まあ、今のが超若月ゾーン、そして、加速装置というですね、まあ、4大演出の2つが絡んだリーチでした、まあ、確定ではないですので当然外れることはあります。次は当てましょう。当たれ、あー、まだか、土建ですか、やっぱりこの辺足りませんでしたよね、まだちょっと強さが。なんてこった、なんてこった。結構、まあ、多彩な演出見ることはできているので、通常ゲーム当たりない中で楽しめてはいるんですけれども、やはり投資が40本超えてくるともう逆転するためには1万発以上が必要となってまいりますので、この1万発以内で逆転可能となる間にできれば核変更あたり欲しいところですね。そろそろ当たって欲しいところですよ。現在ちょうど投資が20本、投資玉数でいうと5000玉の投資というところになります。青保留、赤文字来ましたね。さあ、堀は青ですので当然このままでは大した期待ではありませんが、何か強めの発展があればチャンスです。さあ、全員集結ということで発展になります。ただ保留は、あ、緑になりましたね。003がスタンバイです。まあ、ここまで赤保留も外して4大加速検出も外してますので、カードの期待は禁物。しかもここはまだ緑ですからね、保留も。強そうな演出ではありますけれども、さあ、テンパイズから2、おお、フリーズした、何でしょう。ちょっとフリーズ絡むのは初めてなので、ここ期待したいですね。まあ、フリーズというか、まあ、ブラックアウトですね。ついついフリーズと言っちゃいますけど、ブラックアウト演出から、あ、超ライジングに行った。これ熱いんじゃないですか。003超ライジングです。いいですね。おお、金文字、金文字。さあ、やっと初当たりとなるか。回転数は現在440回転目になってます。そして009役物も稼働。これは当たるかもよ。今の体では一発でも銃弾を受ければ死んでしまうわ。ストーリーリーチですね。さあ、初めてストーリーリーチ来ました。4大演出の一つに星に願いよというストーリーリーチがありまして、そこではありませんけども、ストーリーリーチ自体期待度の高いリーチになりますので楽しみですね、ここは。さあ、チャンスアップ。大丈夫、超おお、これは強いんじゃない、今のカットイン。さあ、頼むぞ。君のプッシュに託したよ。当たり、投手はちょうど20本、玉数換算5000発での当たりとなります。さあ、あとは9ラウンド核変か、それとも9ラウンドプラス時短か。
当たりましたね。最初の当たりになります。よし、さあここから楽しい時間が始まってほしいです。初めて家族掃除が欲しいと思った。すごい迫力、図柄は2位ですね。はい、アクセルボーナスになります。アクセルボーナスは9ラウンド、各辺オア9ラウンド時短なんですけれども、大当たり中加速装置発動で各辺昇格となります。なのでここは今各辺のチャンスという大当たりですね。はいはい、わかりました、いきます。よし、たこれで各辺昇格、まあ、各辺大当たりだったということになりますので、ここからは確率エンド突入、加速ラッシュに突入です。はい、555分の1の転落抽選に当選してしまったとしても100回転はここは、時短が保証されています。で100回転目にジャッジが行われます。もちろんその前に129分の1の大当たりを引けば、大当たりということになります。このスピード感がまたサイボーグ009の魅力でもありますよね。0回転から200回転までは、おっと、いきなり電車回避、ね、大当たり、各編中の大当たりの振り分けは 70% が16ラウンド各編、そして4ラウンド各編、6ラウンド各編、8ラウンド各編、10ラウンド各編、12ラウンド各編の振り分けがそれぞれ 2%、 そして 20% が4ラウンド通常ということになります。ものすごいスピードで回転しますね。あとはこの出玉性能をしっかり体感して、サイボーグ009コールオブジャスティスすごいねって思えるような大当たりにしたいですね。うん、ちょっと青の当たりは通常当たりのピンチということになります。まだ100回転は回していませんので、ここで終わるということはないですけれども、ただね、これ偶数図柄、青図柄は転廃してほしくないとこですよ。はい、ここは継続です。さあ、そして次の回転、青保留でありますが、お、チャンスで、ここチャンスがこうやってね繰り返して出てくるんですけど、チャンスの数が多いほど期待度アップということになります。しかしここは外れ。さあ、これで間もなく100回転です。555分の1をこの100回転以内にもし引いていたならば終了になります。エンド図柄が3つ揃うと各編終了です。100回転目はこのようなジャッジ行われます。危険度は3つ、まあ大丈夫じゃないかな。 Z ラインエンド図柄を回避できるかどうか大事なところ。エンドは1つ、そして回避、あ、全回転まである。3人、スコープは緑。おお、嘘、おお、嘘、マジで、は、嘘、記憶をなくしたサイボーグ、ちょっとこれはショックですね。終わってしまいました。ってことは今核変状態にはいたんですけれども、129分の1の大当たりは引けず、100回転の時短の中で早くも約555分の1の転落抽選に到底してしまっていたということになります。これは残念、とっても残念。そんなに簡単に555分の1を引いていたのなら、通常時の319分の1ぐらい100回転以内に引いてよって思っちゃいますけどね。
赤いよ。保留は青だけど、上ビジョンは赤い。私は赤文字さあ、保留をパワーアップさせろ。おいった。そうだ、転廃手からは9はですね、9手からの転廃は熱いらしい、熱いらしいですけどね。さあ003といえば、今日最初のあたりはこの003からのパーテンでした。003ライジングから超ライジングに昇格してのあたりでしたね。今回どうでしょうか。転廃手からは9手から、ここも金文字来た。これ当たるんじゃないか。9点。あ、保留は緑ですけどね。おお、しかも9図柄当たれば、ここはおそらくオーバードライブボーナスになるんじゃないかなと思います。オーバードライブボーナスは加減確定のあたりですね。プロフェッサー、さあ破天先星に願いをいただきました。4大加速演出の一つ、ストーリーリーチ、星に願いをリーチです。激アツですね、激アツリーチになります。ただの相打ち狙いとは、お前の演算速度と俺のスピード。演出は割と見れてるので、初打ちとしては通常ゲーム楽しめてます。ただ先ほどね、残念な格変でしたので、さあここはまだ格変が終わって125回転目。お、上保留も来た。これが上保留です。これで4段演出は全て見たことになります。上保留と星に願いをストーリーリーチですよ。もうこれは当たるでしょう。外れたらダメよ。嘘、無駄な。いやいやいや、と見せかけてでしょ。これあるでしょう。今のは外したらいかんよ。9図柄の天敗で上保留星に願いをよ。超暁ゾーン突入です。さあもう366回転となっております。そろそろ2回目のあたり来てほしいですね。まあ、7点嬉しい、当たれば嬉しいですけど、できれば9点が欲しいですね。まあ、他のパチンコ台なら7点リーチ期待したいところなんですが、本機は9の転廃が最も強い転廃手柄となります。さあしかしここは超暁ゾーン、保留は緑から。さらに変わるか、変わった、赤保留にはなりました。さあ出てこい、来た金文字、赤保留金文字、そして超暁ゾーン、これならちょっと期待したいですね。もちろん当たればここはおそらくオーバードライブボーナスになると思いますので、7つから確変大当たりでしょう。当たれば頼むよ、お願い。よし当たった。367回転目で見事大当たり。さあ投資の方が現在26本からの大当たりになります。26本です。よし、ちょっと写真撮らせて、この当たりの瞬間を。はい、気持ちいいですね。7つから009でも、あ、ボーナスはアクセルボーナスですね。ただここは間違いないんじゃないでしょうかね。加速ラッシュ、はい、いきますよ、せーの、はい。さあ2回目の加速ラッシュ突入となります。ここからです勝負は。まあ、だから約129分の1ですけど、高確率中の大当たり確率は100回転目を迎えるからハラハラするわけであって、もうその前に当てちゃえばいいんですよね。でも通常図柄は嫌よ。
さあちょっと待って、またここで100回転を迎えてしまいますが、今度はね、今度は頼むよ。危険度がまず示されます。ここ001がいればいいんですけど、嘘、危険度4つ、ちょっと待って、2回連続嫌ですよねこれね。頼むよ頼むよ、回避ちょっと微妙、お願い。あーよかった、もうドキドキするこれ。さああとは大当たりが先か転落が先かということになりますが、もう一度言いますけど、高確率中の大当たり確率は約129分の1、転落確率が約555分の1ですから、まあ、どちらがね当たりやすいかというのはもうお分かりかと思います。ちょっと待って、100回転超えたと思ったらまた出んじゃん。嘘、もうちょっと、そんな来る、やめてやめて。でもこれ当たるパターンもあるんですよね。あ、ない、 あった加速装置あった。お願いお願い、嘘でしょマジで、こんなことある、555分の1を先に引く、もう本当ですか。いや戻してますよ、ちょっと勘弁してほしい。2回、いや戻してますって、2回も確変入れて速攻終わらせてしまってる。これはちょっと悔しいな。なんでな、急に健康だ。おー、びっくりした、蝶が出てきて、あ、さあここは放流のところに蝶がいる。情報流、情報流みたいですね。情報流、やっぱり情報流が強いですね、四大演出の中でも。赤い超ビジョンは赤い、これちょっと強いんじゃないですか。さあ加速レベルがどこまで上がるか、これで4、もう1個、もう1個いけ、もう1個いけ、あー4でリーチですか。あ、いった、レベル5まで行きました。さあこれでチャンスです。あー6までいった、これはちょっと熱いぞ。赤を越えて金まで来てますからね。さあ3回目の大当たりになるかどうか、マックスギア、よし頼む、加速装置、よし、さあ加速装置も発動しました。頼むよ、カウボーイ、カウボーイ、保留がねまだ緑ですから、ここ変わってほしいですよ。変われ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 、保留は緑のままでしたが、さあここで再び城が登場しました。頼むよ、マックスギアまで行きましたもんね、加速レベルも。あー弱い弱い、あーお願い、よし当たった、これが3回目。さあ図柄は何でしたっけ、図柄は何やった、あ、6図柄か。さあ確変なるかどうか、3回目、まあ1回目2回目も確変渡り引きながら、
継続させると思ってますのでね、なんとか福も家計にぶち込んで、総投手の方が27本となってますので、そんなに大きくありません。6750発です、玉数でいうと6750玉以上出せれば勝ちです。さあここもアクセルボーナスということで消化中、加速装置発動で各辺突入となります。この瞬間はドキドキするな。お願いします、お願いします、お願いします。よし、さあさあ3度目の正直なるか。ここよ、ここはもうやらんといかんよ。よし、今度こそです、今度こそ。もう単発はいらんよ。3回確認入れて3回とも先に555分の1引いたらもうねえ、何勝とうってなりますよね、本当に。あ、ボタンがある、緑保留、これは強い。さあ100回転回す必要ないですからね、もう100回転以内に当たってほしい。いけるやろう、しかも当たれば70% が16ラウンドですからね、確認中の大当たり1回ぐらい見ないとダメですよ。ここも3つ続いた。さあ4つ目、チャンス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 、あ、チャンス多い、チャンス多いよ、チャンス多いよ、チャンス多いよ、もう当たれ、当たればもちろんここは各辺大当たりになります。お願い、なんで当たらんの、そこ。さあ再び100回転です。ドキドキの時間がやってきます。お願いよ、お願いよ、はあはあ、ダメダメダメ、3連続はダメダメって、3連続は。いや、そりゃそうでしょう、そんなポンポン555分の1引いとったらもうちょっとシャレにならんですよ。よし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 、もうでも今のは100回転目のジャッジ必ず訪れる演出なので、まあ避けては通れないところですけど、これより先はあの演出入ったら本当にピンチですからね。その前に当てたい、スコープ赤いよ、もうめちゃドキドキする、ドキドキする。怖いよ、450回転ですけど、なかなか129分の1が引けず。早く当たって、もうお願い、そんな当たらんの。通常ゲームでもそこまでハマっとらんよ、今日。いかん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 、あ、やばい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 、ほら、はよ当てんけん、こうなる。これエンドじゃなくて偶数図柄ならまだね、100回の時短当たったとしてもついてくるんでいいんですけど、うわうわ、危険度星4つだって。マジか、強いのもある、強いのもある、ピンチだけど、いやー怖い、お願い、まだ終わらんで、あ、ボタン赤い、当たった、シューティングドライブ、終わりのピンチと見せかけて大当たりになります。やっと当たりましたね。さあシューティングドライブ、これ各辺大当たりですね。で、ランクアップボーナスになります。4ラウンドから16ラウンドの大当たりです。よかったよかった、これで各辺は継続です。うん、各編は4ラウンド各編、6ラウンド各編、8ラウンド各編、10ラウンド各編、12ラウンド各編、この5つが振り分けが 2% ずつ、そして 70% が、16ラウンド各編、20% が4ラウンド通常と、
という中で今回は8ラウンド各編ですね。はい、まあとりあえずここは今日初めての各編継続とできましたので良かったと思います。というわけで家族ラッシュ継続です。ちょっとね500回転近くまで回してたので恐ろしい時間でしたけど、さあ次も555分の1を回避しつつ各編渡り期待したいと思います。さあ2回目の各編渡りの後、ここは100回転目のジャッジになりますので、まあここはもうしょうがない、この演出は避けられない演出です。大丈夫でしょう。そんなねポン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 100回転以内で555分の1を引くなんてないですよ。ちょっと待って、不安、終わらんでお願い。うそー、また引いた。100回転以内に555分の1。129分の1を引くのに結構苦労するんですけど、簡単に555分の1引くんですね。ちょっともうやっとここから楽しくなるかと思った矢先でしたね。100回転目のジャッジでああなったってことは100回転以内にも転落していたということになります。残念。私を何だと思っているの。はい、というわけで、まあ、探求日記の第2話、学園大当たりは3回あったんですが、いずれも129分の1の当たりをなかなか引くことができずに最後は持ち玉飲まれてしまって、今日はマイナス6750玉という結果でございました。で、まあ、各編を伸ばせなかった以外はですね、通常時の演出も非常に多彩でいろんな演出見れましたし、まあ、各編大当たりも3回あったので非常に楽しめたかなと思います。ただ審査の探求日記においてはまだ、白星を残せていませんので、次回第3話、こちらではですねしっかり結果を残せる実践にできたらなと思います。以上審査の探求日記第2話でした。ありがとうございました。